飛行機を作る、兄弟屋外で遊ぶ、兄弟人間において、兄弟とは、本人から見て、冒険に神童の男性のことを指す。通常は同じ母親のもとに生まれた男子を指す。自分より年上であれば兄、年下であれば弟である。この定義の他にも様々な、使われ方が存在する。なお、直径一神童である父親や母親が、それぞれの兄弟で異なる場合は、 義父兄弟、または、い母兄弟という。また、血縁にない者同士が、兄弟のちぎりを結んだ関係を、義兄弟という。兄、弟、姉、妹を合わせて、兄弟姉妹という。また、男性のみの場合兄弟、女性のみの場合姉妹が用いられる。構成員が二人で男女の組み合わせである場合兄弟、指定が用いられることもある。地のつながりがあることから、 一般に外観や性格に共通点が多いのが普通である。また、近年はひらがなで兄弟という表記をする場合もある。また、強い結びつきを持つ複数のものを指す言葉としても用いられる。義兄弟のちぎりを結んで兄弟となる者も,もいる。船や機体などで似たような能力を持っていたり、同じ時期に開発された場合に男性名詞であることから、兄弟戦や、 兄弟機などのように用いる。都市や製品は女性名詞であるため、姉妹都市、姉妹品のように用いる。学校の場合、その学校が男子校、女子校、共学校かは関係なく、同じ創設者や学校法人の場合は、兄弟校といい、姉妹校連携として友好関係を行っている場合は、姉妹校という。ただし、これらの使い分けについては、 必ずしも厳密に行われているわけではなく、例えば1997年第79回夏の甲子園において宮崎日大と佐野日大が対戦した際、相手校との関係について宮崎日大の監督は姉妹校と佐野日大の監督は兄弟校と表現した。また報道機関においても朝日新聞は姉妹校対決、毎日新聞は 兄弟子を対決との表現を見出しや本文で用いるなど言葉の選択に相違が見られた。仲間を意味するに認証として用いられることもあったが最近はあまり見られない兄弟たちよ。仲良くやろうぜ、兄弟など。キリスト教の教会では現在でも神徒に対する継承として兄弟と呼ぶことが多い。AB、姉妹子を対決さの日大、宮崎日大と5日目の 第3試合高校野球、栃木。朝日新聞栃木版。第79回全国高校野球、組み合わせ抽選差の日大。相手は、宮崎日大、栃木。毎日新聞地方版、栃木。ありがとうございます。